どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはピュリファイ、ホラーエスケープ。破棄された部屋の中でお札を貼っていくホラーワールドです。ワールドに入ると目の前にプレイガイドと注意事項があります。確認して赤い玉をユーズすると、奥の方に身長とサウンド設定を確認できるところがあります。すべて確認し終えたら、ドアの赤い部分をユーズすることでスタートとなります。その先にある扉をユーズしたら近くには懐中電灯があるので、持って中を探索しましょう。このワールドではいくつかの場所にバツのマークがあるので、それを探し出してお札を貼ることが目的です。部屋の中はいくつか開けて進める扉があります。トイレだったり個室だったりするので探してみましょう。もちろんお札を貼るところを探して探索していると何かしらの怪奇現象に見舞われたりします。基本的にお札を貼るとイベントが進行していく形となっていますので備えましょう。また途中で謎解き要素にも遭遇します。謎を解く答えは部屋のどこかにあるものが示しているのでそれを頼りに解いていきましょう。こんな感じでお札を貼っていくと様々な怪奇現象に見舞われるホラーワールドです。プレイ時間は15分から30分ほどで短いながらも、いろいろな要素が詰まったワールドとなっています。恐怖演出もジャンプスケアや雰囲気や物音など、様々な要素があったりします。怖い雰囲気もバッチリありつつ懐中電灯が各部屋にあるなど、進行難易度は優しめとなっています。そんな感じでお札を貼っていくショートホラー、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。